こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。え今日はですね、えー、どうやったら、まあ、売れる商品を見つけられるかっていうので、まあ、なんと、アメリカの企業売り上げベスト10。これをね、ちょっと見ながら考えてみました。1位、ウォルマートストア。2位、エクソンモービル。3位、シェブロン4位、フィリップス66、66ですかね。5位、バークシャ・ハサウェイ。6位、アップル。こう見ていくとですね、えー まあ、知ってる企業もあれば知らない企業もあると思うんですけど、私が、まあ見て思ったのは、やっぱり、一般にね、言われてるような、顧客満足度とかですね、えー、そんなのあんま関係ないってことですね。まあ、アップルは多少ね、アップル好きって人いるかもしれないですけど、ウォルマートストアで売ってるもんが大好きとかね、エクソンモビルのガソリンが大好きですとかって話は聞いたことないと思います。えー、バークシャハサウェイのね、 え、保有してるコーラは、ま、コーラは最高だはあるかな。え、保険が気に入ってるとかね。え、大体何が言いたいかっていうと、もう選択の余地なくですね、必要だから買うとか、え、あるから買う、売ってるから買うとかですね。そういう次元ですね。え、顧客満足度がどうこうとか、接客がう々ぬとかじゃなくて、もう単純にウォルマートストアはですね、え、必需品を安く、そこら中に店があるから売り上げがトップだと。 いうことですね。まあ、エクソンモービルもスタンドの数が多いから売れてるってだけですね。えー、これ、あの、本当に私もね、ある意味勘違いをしたた面があったなと思ったんですけど、やっぱり努力しなくても売れる商品を探すっていうのが一番やっぱり物を売るのに大切だなと思いました。えー、これはね、えー、努力しないで楽して儲けようと思うから儲かんないっていうね、なんかあの、その、えー、よくわかんない、え、精神論かね、 え、なんか全問答かなんかわかんないですけど、そういうのが日本だとね、受けて、まあ、あの、大変な思いをしていろいろ勉強する方が多いですけど、大変な思いをしていろいろ勉強してもね、結局儲かってないっていう、えー、残酷な現実があります。やっぱりネタを選ぶ時点で考えなきゃいけないですね。で、ウォルマートストアのように、えー、日用雑貨、生活必需品をですね、えー、全米の店舗に置けないんであれば、じゃあ、 何か生活必需品のように、ある人にとっては必要だからというのですね。とりあえず置いときは売れるようなもんはないかとかね。あるいはまあ、たくさんの店舗は持てないけど、必要なものを24時間開けといたら売れるんじゃないかとかね。そういう何か、工夫の方向が努力とかそういうことじゃなくて、どうやればほったらかしで売れるか。 何をやればですね、努力とかそういうの無関係に売れるか、売れるものは何か、売れる売り方は何かっていうのを考えるのがつくづく大切なんだなっていうふうに思いました。最近ね、そういうでっかい企業を作るにはどうしたらいいか。よく間違いがちなのが、大企業はね、零細企業とは別だから関係ないという見方があるんですけど、逆に大企業がやってうまくいかないことをですね、 え、細企業号やったらもっとうまくいかないのは当たり前と、大企業の真似をしろっていう考え方があります。まあ、どっちかって言ったらやっぱりね、大企業の真似をして、そのどこを真似るかを間違えなければですね、やっぱり儲けやすいってことに最近気づいて、え、その、いろいろ自分の、え、金の稼い方とかね、え、あるいは Amazon 輸出、今教えてる Amazon 輸出の教え方なんかを変えていってます。何しろ、 大企業、全米大企業ね、ベスト10を見ると、何しろ、まあ、アップルは多少は違うかもしれないですけど、それ以外の企業はですね、その接客とか満足度とか、全く無関係と、まあ、必,必需品をたくさんの場所で売ってるから、でかいと、そういうね、単純明快なことが分かりましたんで、それをヒントに、どうやってじゃあ、まず演出で儲けていくか、そういうのを組み立てて教えていきたいと思います。ご関心があれば、 この YouTube チャンネルに登録するかですね、えリンク先の Facebook で、えメールマガジンに登録してください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。